欺は絶対許せないですね。ほんまに詐欺だけは。ほんまに。というたとテラスパパスをテラスパパスをテラスパパスでーす。ということなんですけどもね、身長180って言ってるやつ絶対ちょっと持ってる説です。今日身長大体みんな持ってるんじゃない？持っとるやろ大体。そうパッて聞いて何センチですよってパッて、ね、反射的に言うとき大体持ってしまうと思うんですよね。守るかまあキリがいいとこで言うかとかね。だから今日はそういう詐欺師どもをね晒していこうかな、はい、この全世界に。ワールドワイドウェブですからね今は。ブルーシートとメジャーこれ持ってきてます。そうそうそう、これをねサッと敷いて靴脱げっつって、靴脱げっつって立たせてビーン。これでもう丸裸ですね。じゃあやっていきましょう。せーの、身体測定。これ YouTuber 身長高いで、はい、身長何センチあります？182です。ちょっと身長測っていいですか？あ、はい、その辺の人は身長測ろうって企画やってます。すいません、時間大丈夫です？あ、大丈夫です。 すいません、182か。じゃあ測りますね。あ、もう全然、むしろ183ぐらいになるから。なるほど。あ、じゃあこれあのこの説ね1個目から発表かけますね。だから彼は詐欺ってなかった。全然持ってない、正直者。もう顔見たら分かる。ちょっとお兄さん身長でかかったって声かけていただいたんですけど、身長って何センチですか？176。え、176ですか？もっとないです。でももっとないです。ちょっとね、一つ提案なんですけど、ちょっと身長測らせていただいてもいいですか？自称ね、176cm のお兄さん。これピッタがちょいあるぐらい。あ、あります。むしろもっとある。むしろもう 1cm プラス177ぐらいあります。全然持ってないよ。持ってないんか。ちょっと持ってよ。でももうちょい180とか言ってね。中的にどうする？やめる声。やめる声。ね、うちも近い YouTuber なんですよ。はい、身長って何センチか教えていただいて。178.5。絶対持ってない。身長持ってないですよ、ね、正直言ってて。県5まで言う人で持ってないもんね。すいません。ありがとうございます。 YouTuber の身長高かったんで声かけさせていただいたんですけど、カメラに向かって今自分の身長をちょっと言ってもらっていいですか？はい、182です。いや、ちょっとお願いなんですけど、身長測らせてもらってもいいですか？やばい、ちょっと、じゃあ、壁際に。すいません。さあ、自称182cmのね、彼ですけども、あるのか、ちゃんと182。おおー183ぐらいあるやないか。なんで逆に盛るん、みんな。逆や、逆持ってよ、身長もうちょい。え、彼もですよ、低く見積もってました、身長で。そう、ということで、詐欺ってませんでした。はい、高専でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。俺らが、その詐欺っているというその事実を今作り出そうとしておる動画になってる。待って、大丈夫、俺らが痛いのに、これ本当に全然人おらんすね、持っとる人。あ、ね、え、あの人とか。ああ、あるあるある。ちょっといいですか？お兄ちゃん、あ、ちょっと YouTuber だ。お兄さんの身長っていいですか？身長、はい、180です。180。ちょっと怖い、ちょっと怖い。おい、ちょっといいですか？ちょっと靴脱いでもらっていいですかね？すみません、急なんですけど。すみません、あるんで、あるんで。リュックとかもちょっと下ろしていただいて。180って言ったんでね、はいはい、180って言いましたよね。180ですか、身長。180ですよ。あるんで、180。ここですか、ここ。ここね。ほらほら。これもう。え？これもうなんか。全然もう。全然もう。全然179ぐらいじゃないですか。